お疲れ様です。ちょっと聞きたいんですけど、超 CS 発表になったじゃないですか、はい、超 CS4 回やるんですよね、全国で、はい、あれ町田さんはどこに参戦するご予定なんですか。え、これ正直に話して、あ、正直に言っちゃっていいよ。え、いいですか。いいよいいよ。え、どこで開催するか覚えてないから何にも決めてないってそれは失礼な話まあ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 、まあ、いや4箇所あったんですよ。4箇所あるあるあるありましたよね、うん、でも4箇所どこだったっけと思って、うんうん、僕割と毎回毎回みんなにやってもらってたから、はい、僕が教えよう。はい、教えよう。自分で決めたことないんですよ、ほぼ。そうなんだよ。京都とね、うん、福岡とね、うん、静岡とね、うん、宮城。そうだね、合ってます。僕も覚えてます。全く知らなかった俺はね。これでね、旅行にのプランを立てる。そうだよね。これで町田さんの問題がちょっと発覚するんですけど、町田さんはプラン立てられないんですよね。一人でお出かけできないですよね。はいはい、ちょっとまずい。どうしますか。行きたいけどもマジさん付き添いの人がいないと誰も、うん、いないといけないらしいんですけどね。畑さんはどう思いますか。え、まあ、うん、行く。いやーではね、全部はいけないんですよ。全部はいけない。仕事があるんで。そうだよね。さすがに毎週、まあ毎週じゃないけどもかなり夏休み中の土日が、うん、土曜日か。そうですね。うんうん、行ける金はあります。あ、行ける金はある。時間が、時間がない、うん、時間がない、うん、うちもでもまあずーっと全部マッチがいないのもきついんですけども、まあでもしょうがない。土曜日なら、うん、土日ですかね。土日、日帰ってこれないのね。大会までに帰ってこれない。あ、朝帰って、朝帰り朝帰り朝が朝、そうか、寝て帰ってくんのか。9時ぐらいの、だって調子いいですね。大体8時ぐらいに終わってません。イメージは。そうだね、6時から。ああ、じゃあそのままあと帰ってくるのは難しいかな。で、朝一の新幹線で帰ってこいってことか。朝一の新幹線か、もう夜の深夜の深夜バスか。で、深夜バスは酔っちゃうから。深夜バスだとそうそう酔っちゃうもんね。酔っちゃうから新幹線だな。せめて、うん、新幹線だな。行けない。夜の新幹線。で、朝7時の新幹線、8時の新幹線で。そうですね、上野から。いや、多少遅れでもいいや。うん、まあまあ。そうしたらまあ1時頃にはイルマには着くかな。つら。そっか、静岡ぐらいならいけんじゃない。静岡ぐらいだったら、まあ、2時間あれば、うん、静岡ならそんなに、なんなら夜も帰ってこれるしね。ほら、名古屋、ほら8時ぐらい出てて帰ってって人もいるんで。あー、そうだね。CS 優勝してギリギリ帰った人もいるよね、確かね。まあ、行けるはずです。うん、静岡だったら近いから。そっか、多分ね、マッチはね、その距離感とかね、そのあれも全然把握してないんですよ。どこがどのぐらい遠くてとかも。だから何もプランが立たないんだと思うな。そうですね、行けるとしたら静岡だけで被害だったら、うん、僕はあの地理的な、あのこれは何県がここにあってとかそういうぐらいしか分かんないだよね、うん、で、マッチの気持ち的には出たいけど周りがどうだか分かんないから様子見てるみたいな、そんな感じ。いや、あの土曜日じゃないですか、うんうん、次の日とかデーパラとかあるのかって思ったら、うんうん、俺そもそもどうしよう、行くのどうしよう。あ、だいいよいいよ。だそれは俺は別に、うん、だってそういうね、大きなイベントに顔出すのは仕事っちゃ仕事じゃん、マッチーも。その日だけはほら、あの優秀なバイトでやる竹山さん雇うから。ああ、俺と竹山でやんのすげえ。まだ運営してくれるから。本当に、うん、また Google マップで低評価つくよまあまあ、でもそれはなんとかするさ。ただ一人じゃいけないんだろうなーっていうのがすごくあったし、で下手に4回も開催するからみんながほらね、一緒に行ってくれるかわかんないじゃん。タケさんはどうするんですか。タケさん、いや俺全部行けないっすもん。え、全部行けないの。仕事もあるし、あとだから、優勝候補なのに松田さんの代わりに、うん、全部仕事竹馬が俺と竹馬のコンビそれやだ俺そっか、いやでもそうか、じゃあ行けるとしたら旗が1回ぐらいってことか。僕は行けて2回ですかね。行けて2回。ただ個人的な気持ちとして京都は行きたくないんで。暑いよね、夏の京都は暑いよね。まあどこも暑いんで。冬しか行けない。いや、まあどこも暑いよ、夏だから。そっか。で、宮城はお盆だから高いし、倍近く取れると思うんで、あと新幹線取れるかどうかなっていう感じで。いや、どこもね、ホテル高いよ、7月の。リュート連れて行けねえや。そうだね、高校生とかにはきついだろうな、ね、ちょっと今回はきついっすよ。だすげえかかりますよ。そっか、じゃあなんかあんまり逆に4つも開催するからみんな盛り上がるのかなと思ったら逆になんか分散しちゃってちょっとテンション落ちてるみたいな、そんな感じ。
ぶっちゃけ僕はそうですね。別に営業地に分散する必要もない。俺も一回だからこそみんな盛り上がったんじゃないかなって思うんだよな。一回で大きな会場でやるからこそみたいな。だよね。で金沢とかそういうんだったもんね。そうか。埼玉と東京がいいんだ。自分で。何？てめえんちでやれ、てめえんちで。俺んちでやる。竹山 CS やるよ、お前。竹山と鳥屋だけがいっぱい。地方の人間ダメだね、NG。身内が NG。身内が NG や。あ、じゃあ分かった。同日に開催しよう、うちで。竹馬調子いいやつ。竹馬調子いいやつやろ。超竹馬しいやつ。超竹馬しいやつ。スリー。超スリー。何スリー？ワンもつないとね。そっか、行きたいけどな。足立さんはちなみにどうします、どうするつもりですか？お金があったら。お金があったら、お金はありそうだけど、時間。もしかしたら引っ越してお金なくなるかもしれない。ああ、みんないろいろ事情があるんだな。売ろ。あのね、マジで売れば、金ができる。知ってるよ。じゃあ、一応申し込みはする町。まあ、いつですか申し込み。知らん知らん。そう、申し込みは。てか、やるぞっていうアナウンスから何も動きないのがちょっと不安っていうか知らんけど。どうなんですかね。いや、行けても福岡か宮城ですかね、僕は。いいな、福岡来て。静岡じゃなくてね。2ヶ月前ぐらいには毎回受付してたから、多分もうそろそろ始まってもそうだね、間もなくだね。福岡が確か7月の終わりなんですよね。で、宮城がそのお盆。上旬か。まあ、まだまだ。一番最初が静岡でしたっけ？ちょっと順番がわかんねえや。うん。7月の半ばが静岡だった気がするんですけど、それは仕事で僕は行けないんで、行けたら僕は町田さんについていくとしたら宮城か。福岡かな。福岡はちょっと行ってみて。そう、僕も来たい。めちゃめちゃ飯食いたい。福岡ね。福岡行くんならしょうがない。もう次の日帰ってこいとは言わない。もう、うん、それはもう同日で。さっきの一箇所っていう話が。うん、一箇所狙い撃ちした方がいいよ。俺らはここだって言って、そこにしましょう。そうだな。じゃあもう、福岡をメインにする。で、他はちょっと諦めて、みんなで福岡に、で、マッチだけ落ちるんだろで、マッチだけ通らないんだよね。いや、でも、もしも福岡に行った後に、俺がもし落ちたら、ほら、熊本に行けばいいんだから。黒風さんがいるとかね、まあ、それは。また寒いで、今、福岡の。会える。会えるけど。行ったり来たりしてるのがよくわかんない。そう、あれ、熊本にね、そう、近いからね、2時間で行ける。じゃあ、みんな、もう全力で熊本に行く？あ、熊本じゃねえ、福岡、福岡狙う。会場以外も行くとこあるわ。まあね、まあね、まあね。そうかそうか。福岡はね、いいね。分かった。じゃあ一応第一目標は、マッチー含めて、畑さんとかその辺のメンバーは福岡を狙うということでいいですか。じゃあ落ちないといいね。北海道行ったことない。北海道は今回何もないです。はい、ということでした。竹山さん、福岡行くってみんなどうする？何行きたかった。ラーメン食べたい。そのお前、ジローで我慢しろ。ジローで我慢しろ。キリンでもいいぞ。美味しいよ、キリンは。お前、フールで我慢しろ。はい。じゃあ、竹はいいよ。まあ、竹馬、うん。超竹馬やろ、超竹馬。竹馬お土産欲しいとかございてるんで、ああ。明太子か。ラーメンで持ち帰れないでしょ。いや、ほら、冷蔵タイプ。生麺持って帰る。はい。じゃあ調子です。まあ、じゃあ楽しみになってきたね。はい、じゃあその方向でよろしくお願いします。ではではでは、はい。